はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1980年フロリダで行われたマサ斎藤対ヘクター・ゲレロの試合を振り返ってみたいと思います。1979年新日本プロレスに初来日し、藤波辰爾と好勝負を演じたヘクターがマサ斎藤に挑みます。相変わらず線は細いものの、名門ゲレロ一家だけにグラウンド技術はお手の物です。序盤戦はグラウンドで斎藤を圧倒します。斎藤は徐々に切り崩しに行きますが、ヘクターもなかなか粘り強いところを見せます。ここまで試合は全くの五分と五分だけに、ヘクターが斎藤から金星を取る可能性も見えてきました。勝ちを意識しだしたヘクターは飛び道具を繰り出し、丸め込み技に活路を見出します。しかしどれも決定打には乏しく、斎藤は冷静にスリーパーホールドをヘクターに決めます。ヘクターも必死で抵抗したものの、最後は無念のギブアップです。ヘクターの前線は光ったものの、まだまだ斎藤には遠く及ばずといった印象でした。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。